熱帯雨林のニーツ、グレーンブルーマウンテンズ国立公園とは、オーストラリアニューサウスウェールズ州の国立公園。シドニーの西8 1トルグレートディバイディング山脈のブルーマウンテンズ地域にある。公園面積は267,954ヘクタール。マウンテンズの名にもかかわらず、当地域は高原地帯で川が数本流れている。最高地点は、ウェロング山。 最低地点は、ネピアン川スリーシスターズをはじめ峡谷景観で有名。ユーカリの木から揮発されるオイルが太陽光に反射し、青く霞んで見えることからその名が付けられた。1932年、自然保護運動家のマイルス・ダンフィーが、グレーターブルーマウンテンズ国立公園のための計画を提案したのが始まり。これは、現在のブルーマウンテンズ国立公園のほか ウォレミー国立公園やカナンガラ、ボイド国立公園、ナッタイ国立公園や、その多少規模の国立公園といった広大な地域を含んでいた。1959年にレッドマウンテンズ国立公園が開園。2000年11月にはグレーターブルーマウンテンズ地域の一部として世界遺産に登録された。グレートディバイディング山脈の東側にある。高原が、 西から東、標高1100メートル程度のビクトリア山から標高200メートル弱のグレンブロック周辺にかけて傾斜する。園内には北部のオランガンベ川、中央部のグロス川、そして南部のコックスズ及びオロンディリ両川という、周水のほとんどを担う4本の主要河川がある。なお、コックスズ及びオロンディリ両川は公園のすぐ外側にありシドニーの 主要飲料水源であるワラガンバダムに流れる。ブルーマウンテンズは構造的にグレーターシュドニー盆地の一部である。シュドニー盆地は過去3億年にできた大積岩の層からなり、ブルーマウンテンズもこの間、同盆地の西側を突き上げる地殻変動により形成された。近年は玄武岩を伴った火災流が周辺一帯を覆っており、 ごくたまに山頂部で路頭が見られる。スリーシスターズオーストラリア国内で最も人気のある場所の一つで、ブルーマウンテンズを訪れる観光客のほとんどは、ウェントアース滝及びブラックヒース間の展望台から公園を眺めるだけで、実際に園内へ足を踏み入れることはない。渓谷や滝を眺めたり、公園から離れた地域でキャニオニングやロッククライミングなどが行われる。 また、園内には、スリーシスターズと呼ばれる三本の切り立った祈願が存在する。これは、父の魔法により三姉妹が岩に変えられたという、アボリジニの伝説によるもの。第13回アメリカオーダンウルトラクイズでも、これを望むエコーポイント展望台にて、ロケーションが行われた。ありがとうございます。